数日前に知りましたが、1ビット LLM というものが大規模言語モデル界隈で注目されているようでした。調べてみると、1ビット LLM は情報量を削減する量子化の手法のようでした。1ビットというと、0か1のどちらかの値を想像していましたが、論文で示されている1ビット LLM の変種であるビットネット B1.58 というのは、 LLM のパラメータの重みをマイナス1、0、1といった3つの値で表現するようです。論文ではラマの LLM に比較して高速で GPU メモリの使用量が削減されたとのことでした。また1ビット LLM の能力を引き出すために新たなハードウェアの研究開発の呼びかけを行っているようです。 GPU に変わる何かということかと思われますので、今後の 1bit LLM の進展によってはビジネス的にも注目されるのかもしれませんね。実際に動かせないかとプログラムを探しては試しています。1ビット LLM を1から作成すると思われるプログラムを改変し手動かしてみていますが、プログラムによっては開発途中であったり、 Google コロボレートリーの無料プランでは厳しいものもあるようでした。一体自分が何をやっているのか実のところまだまだよくわからないですがカスタムデータセットを使ってビットネット B1.58 で LLM を作成すると思われるプログラムで学習を開始することができましたがこれがかなり時間がかかるようです。 しばらくの間、いろいろなプログラムを試しながら、1ビット LLM という世界を探求しようかと考えています。今後、いつまでに、どのような形でアウトプットできるかは、現時点ではわかりませんが、現状の自分の開発環境でも可能であれば、いつか何かしらの形で、ビットネット B1.58 関連のチュートリアルを作成したいと考えています。 まだまだ大規模言語モデルの領域に関しては気軽に試すには壁を感じますが個人でもちょっとした開発を楽しめる時代になってきているので技術の進歩に感謝です。以上で現状の学習状況の報告になります。ではまた。